今日のすば。アレクセイ・バーネス・バルターです。私はダスティネス・フォード・ララティーナ。いくら成り上がり者の漁師の息子でも名前くらいはし。フリーズ。どうされました？失礼しました。お嬢様、バルター様とお会いできて舞い上がっておられるのです。そうそう、気にせず話を続けてちょうだい。ではララティーナ様、ご趣味は？ゴブリン狩りを少々。ヒョン！カズマ、フリーズを使うのはよせ。ずいぶんと仲がよろしいんですね。やばい、やりすぎたか。こんなこと、いつまでもやっていられるか！おい、バルターと言ったな。今から修練場に付き合ってもらおう。そこでお前の素質を見定めてやる。このスバ。もういいでしょう。なぜ諦めないのですか、あなたは。どうした？遠慮などせず、もっとどんどん来い。徹底できる強さを見せろ。先ほどからダクネスの木刀はかすりもせず、誰がどう見たってバルターの方が優勢なのだが。参りました。これ以上あなたを撃つことはできません。いくら撃たれても諦めないなんて、あなたはとても強い人だ。固い意志を示したダクネスに折れたみたいな感じだが、ダクネスの内情を知ってるからどうしても感動できない。このふぬけが。よし来いカズマ、お前の容赦のなさと下道さをバルターに教えてやれ。僕も見たいな、ララティーナ様が信頼を寄せる君がどんな戦いをするのかを。どうせ似合いは失敗だし、まあいいか。よし、いいぞカズマ。実は一度お前とやり合いたかったのだ。さあ全力でかかって。クリエイトウォーター！え？木刀の試合で魔法？
くわ、さすがはセクハラにかけては並ぶものがないカズマさん、本当に引くわ。ガーン、もう全力で来いって言われたんだからそうさせてもらうぜ。フリーズ。鬼だ。真冬に水をかけるだけでなく、まさかの氷結魔法。まあ伊達に世間でカスマさんだのクズマさんだの呼ばれてませんし。この容赦のなさ、これがいい。木刀を捨てて組み合えば、貧弱なカズマとあなたじゃ勝負にならないわ。ガガガガ、ドレインタッチ。ドレインタッチか。体力を吸い尽くされる前にその腕をへし折ってやる。やばい、いくら吸ってもこの体力バカの底が見えない。おい、ここは一つ賭けでもしないか。勝った方が相手に何でも言うことを聞かせられるって条件で。いいだろう、私が勝ったらお前に土下座させてやる。本当だな、約束したぞ。俺が勝った後、泣いて謝ってもやめないからな。へへへへ、お前が恥ずかしがって泣いて嫌がることをしてやる。お前が必死に許しを請う姿が目に浮かぶぜ。すごいこと、一体何を望む気だ。おっと、気が早いぞこの欲しがりめ。お前が想像してるよりもすごいことしてやるからな。やめろ、ダメだ、抵抗しようにもドレインタッチで力を吸われて。こいつ、勝手に力を弱めていきやがる。たとえどんな恥ずかしめを受けても、私の心までは屈しは、このままでは負けてしまう。すごい戦いだ。クズマとはよく言ったものだな。気を失うまで体力を吸わせてもらう。目が覚めた時、どんなすごい目に遭うか楽しみにしておけ。勝った。
カエラシャバ。ダクネスはお母さんを早くに亡くして男で一つで自由に育てられたんですって。だからこんな風になったのかしら。いや、あれは神聖だろう。ララティーナ様は素晴らしい女性だと思いますよ。カズマ君がいなければ妻にもらいたいほどに。父には僕からお断りしたと言っておきます。その方が都合がいいでしょうから。それでは。見合いは失敗か。でもいいやつだったな。本当にダクネスを引き取ってくれてもいいのに。あら、ダクネス、目が覚めた？この状況は事故なのか。まさか私が意識を失っている間にいかがわしいことを。してねえよ。